漆黒のジェイル。俺の名前は大越博士、20歳。書類は早く作れよ。な、はい、新米の警察官だ。俺は高校まで野球一筋。ヒロシ、ナイスバッティン。実は野球部の恩師にも大学に進んで野球をすることを勧められていた。でも俺は小さい頃から苦労をかけて育ててくれた両親を早く楽にさせてやりたかったし、何より警察官になりたいという夢があったため、進学は断念し、コツコツと勉強することにした。努力の甲斐あって難関の警察官採用試験に合格。よかったな、ヒロシ。これから頑張ってね。ありがとう。両親は心から祝福してくれたし、野球部のみんなも喜んでくれたんだ。そして警察学校での課程を修了し、ついに俺は今日から警察官となる。よし、行ってくれよ母ちゃん。はい、頑張って。今まで応援してくれた人たちへの感謝は忘れない。一人前の警察官になることが恩返しだ。新人は職場実習という3ヶ月間の交番勤務があり、俺は駅前の交番に配属された。大越です、よろしくお願いします。声が小さいな。あ、はい。指導係の上司、野本巡査部長の下で教育を受けることになった。なんか厳しそうな人だな。でもこの人の下で多くを吸収して早く一人前にならねば。こうして張り切って初日を迎えたのだが、まさか2週間後に大事件を起こしてしまうなんて。新人の俺は交通事故の処理だとか巡回、被害届の受理など実務を学ぶのだが、書類の方を作成しました。なんだこれ、なんじゃ務まらねえよ。野本巡査部長はどうも癖があるというか、何かと厳しくて、俺は初日から頭を悩まされた。警察の世界ってのは上下関係含めとても厳しいところだとは重々承知しているが。何ぼーっとしてんだお前、早く作れよ。はい、すいません。これがなんと想像以上だった。野本巡査部長は何をしても厳しい言葉を返してくるし、パトロールをしていても、お前どこ見てんのバカか。はい、この至近距離で怒鳴りつけられ、めっちゃハラハラする。3日目には朝から晩まで全否定されるようになり、俺は早くも勤務が嫌になった。だから違うんだって、お前もうやめたら。あまりの理不尽さに怒りを覚えつつ、誰にも相談できないまま日々を過ごしていた。そして実習16日目、午後8時頃、俺は夕食の弁当を電子レンジで温めていると、お前がアホなのは親がアホだからじゃねえの、野本巡査部長が吐き捨てたのだ。ん？なんだと？この言葉、やっとのことで保っていた俺の心の中の一本の糸が切れた。くそ、俺の親までバカにしやがった。こつ、許さん、殺してやる。俺は完全にブチ切れてしまったのだ。俺は拳銃を持ち、パソコンの前で作業をしている野本巡査部長の背後に立ち、目をつむったまま拳銃の引き金を引いた。この時一瞬ためらったが、こいつが死ねばもう悩まなくていいんだという気持ちが上回り、うぅ、至近距離から後頭部に一発撃ち込んだ。そしてすぐさま机に突っ伏した野本巡査部長の背中めがけてさらに一発撃った。一瞬にして床は血の海と化し、やばい、死んだ。野本巡査部長は俺の放った銃弾2発で即死した。俺はすぐに外に出て、死んだ野本巡査部長を閉じ込めるように交番の鍵を閉め、うわ、制服のままパトカーに乗り込んで車を走らせた。殺しちまった、どうしよう。俺はこのまま遠くへ逃亡するしかないと考え、近くのコンビニにパトカーを止め、 ATM で現金50万円を下ろした。しばらく生活していく金もある。しかし待てよ、パトカーで走り続けるのは無理があるよな。パトカーで逃げ切れるわけがない。俺はもう完全にパニックになった。4キロほど走ったところで田んぼにパトカーを乗り捨て、拳銃も捨て、暗闇を歩き始めたはいいが、俺は制服を着用している。どうすりゃいいんだ、もういても立ってもいられず。明け方、俺は母親に電話をかけた。母ちゃん、ごめん、上司を撃ち殺してしまった。母からすぐに自首するように言われたが、この格好で自首できるわけないだろう。その後俺は踏切付近でうろうろしているところを警官に声をかけられ、大越か。はい、逮捕された。裁判の結果、22年の実刑判決を言い渡された。待てよ、俺は警察官だったよな、なぜ殺人事件を起こしてしまったんだ。